新潟県立の球場。新潟県立と矢野型公園野球場は、新潟県新潟市中央区長方の鳥屋の型公園のうち、新潟県スポーツ公園の園地内に所在する野場である。公園名を省いて、新潟県立の球場とも呼ばれる。施設は、新潟県が所有し、アルビレックス新潟、都市緑花センターグループ、アルビレックス新潟と、県の外郭団体。 新潟県都市緑花センターによる企業体が指定管理者として運営管理を行っている。施設命名権により故障をハードオフエコスタジアム新潟、ハードオフエコスタジアム新潟としている詳細は後日。県は2006年9月26日から10月16日までの間建設計画の再検討にあたってパブリックコメントを募集したが、 提出者はわずか16人であった。このうちフィールドに関する意見、要望を記述したのは13人で、うち人工芝が9人、天然芝が3人、その他が1人であった。天然芝の不設や狭いファウルゾーンといった設計様式を求める身も存在したが、東急場では採用には至らなかった。フィールドは当初設計においては、内野が土、外野が天然芝であった。 しかし再設計の過程において建設コストの抑制を優先することとなり、全面ロングパイル型人工芝に変更された。しかし、すでに人工芝のフィールドを強用している林県の富山市民球場アルペンスタジアムや長野オリンピックスタジアムでは、冬場の積雪など寒冷な気候によるメンテナンス面の問題が案となっている。またロングパイル型人工芝を採用したことから、 積雪によって、パイルの効果、劣化が早まる、可能性があり、かえって維持コストが増大するのではないかという懸念もあ、実際、同じ歓迎地にある宮城球場では、不設3年で全面張り替えを実施している。県では、人工芝の対応年数を約10年と想定している。グラウンド面積は14,300平方メートル、松山中央公園野球場。 ポッチャンスタジアムと同数値である。内野スタンドを一部削る形で、ダグアウト、ブルペンが連なる形で設置されているが、ダグアウトは特にフィールドレベルから掘り下げられる構造となっておらず、必然的にダグアウトの屋根の位置が高く、またダグアウト内を全て覆うために大きく、屋根面積が広くなっており、内野席から感染する場合、ダグアウト沿いのファウルエリアに死角を作る要因と、 なっている。ガイアフェンスの高さは近年整備された野球場としてはやや低い3.1メートルに抑え、さらにラバーフェンスの高さも2メートル程度として、ガイアスタンドを若干フィールドレベルに近づけている。ガイアスタンドが一部どもりになるなど広報が変更され、ガイアスタンドの床面が下げられたことにより、ガイア席の両翼ポール際付近は、ファウルエリア沿いの視界の一部を、 内野一層部分に遮られて死角が生じた座席もあるが内野に関しては死角がないように配置されている。内野一層スタンドと外野スタンドは間斜面に一方の内野二層スタンドは急斜面に設計されており各座席からインフィールド全体を見渡せるよう排除されている。新潟県内各地にはアマチュア野球の公式戦が 開催可能な野球場が整備されている。しかし、いずれの施設も市町村が所有かつ運営管理を行っているものであり、かつてプロ野球の公式戦が年に数回、開催されていた新潟市中央区の鳥屋の運動公園野球場、長岡市の長岡市有久山の球場、柏崎市の柏崎市、佐藤池の球場などは老朽化の著しい進行や、設備のものの陳腐化。 照明設備の未整備が影響し、プロ野球やアマチュア野球などの大きなスポーツイベントを開催するための設備が不十分であった。県内では1982年の上越新幹線開通を機に、既存施設に照明設備を増設して、プロ野球公式戦をナイターで誘致する構想が浮上したことがあるが、前述の問題や周辺環境によって頓挫した経緯がある。県内では、 こうした状況から、プロ野球公式戦や大規模なアマチュア大会を開催できる3万人収容規模の野球場の建設を求める意が兼ねてから上がっていたものの、事態は一向に進展しなかった。1990年、県が整備を進めている都市公園、鳥屋の方公園のうち、南東側の地区がスポーツゾーン、運動公園、 現在の新潟県スポーツ公園に該当するエリアとして整備されることが決。園内には陸上競技場、現在の新潟スタジアムと野球場を建設し、2009年の夏季国民体育大会、ときめき新潟国体のメイン会場として整備される方針が決まった。しかし直後に起きたバブル経済の崩壊によって、整備計画は流動的なものとなった。 その後、1995年2月には、1998年春に、両施設着工、2000年度中の竣工を目標とする方針が決まったものの、1997年2月、慢性的な県の財政難の影響から、野球場と同時の竣工を予定していた、陸上競技場を2 0 0 2 f フィ a ファワールドカップの、 試合会場として優先的に整備し、野球場は W 杯開催後に着工する方針に転換されたことから、野球場の整備計画は再び暗証に乗り上げた。これに常時、県内政財会の一部からは、野球場をドーム球場として整備するよう求める声が上がるなど、事態は一時混迷を極めた。2001年春には、新潟スタジアムが竣工。県はこれを受け、 W 杯開催を前にした2002年春に県立ての球場建設構想を発表した。先日した県内政財会からの要請を受け、会場当初は屋外型で建設した上で、将来的には屋根を仮設してドーム球場に改築する方針が定められ、2005年度中の着工、2008年春の竣工を目指すとした方針を決定した。 着工前にした2003年春から2004年夏にかけて当事圏知事であった平山以降は自ら日本野球機構 NPB やプロ野球各球団を訪れ新潟での公式戦やオールスターゲーム開催を要請するなど積極的にトップセールスを行いその結果2008年シーズンのオールスター開催が一旦決定したさらに 同時期勃発したプロ野球再編騒動を受け、NSG グループなど県内制財会が中心となって、新潟に県民球団を作る会が設立され、新潟県を保護地域とする NPB 加盟の新球団を創設する方針を打ち出すなど、着工前には様々な動きが見られた。ところが、県内では同年7月に平成16年7月新潟、 福島豪雨7.13水害、さらに10月には新潟県中越地震といった大規模な自然災害が相次いで発生。中越地震の際、自衛隊はスポーツ公園内臨時駐車場と県立の球場の建設予定地に駐屯して被災地の復旧支援に当たった。震災後に知事に就任した伊豆田博彦は災害復旧を優先させるとして、 野球場の建設事業着工の凍結を表明、すでに決定していた2008年のオールスター開催も返上する旨を明らかにした。しかし、伊豆田は知事選挙の際、公約に県立の球場の整備促進を掲げて当選したという権威があり、県民の多くが災害復興を優先させた施策に理解を示した。一方で、 政財界の間では請求な建設凍結に対する会議的な見方が広がった。建設凍結の方針決定を受けて2005年1月、県内政財界関係者と、新潟県高等学校野球連盟、新潟県公式野球連盟、新潟県野球連盟、南式の県内アマチュア野球3団体が中心となって、県側に建設計画の再開を求める。 県立ての球場建設促進委員会が設立され、同年4月には野球場建設を求める署名活動を実施し、13万人の署名が集められた。こうしたことから、県は整備計画を改めて策定する方針を決定し、当初の設計から設備内容を見直してコスト低減を図ることになった。同年夏からアマ3団体など競技関係者と、 検討会議を行ったり、県民に対するアンケート調査などを実施するなどして、計画を再構築した。この間に設備内容が一部見直され、将来的に屋根を仮設することを前提としていたものを、完全屋外型とし、フィールドも内野が、クレー舗装、外野が、天然芝だったものを、全面ロングパイル人工芝として、メンテナンス費用の低減を図るものとし、 外野スタンドもコンクリート構造、全席ベンチ席から、森土構造、芝布席と一部ベンチ席に変更するなどし、これによって予定事業費は当初計画の97億円から83億9、0円となり、約13億円のコスト低減が図られることになった。2006年6月22日、伊豆田は知事定例記者会見において建設計画の再開を発表。 こうして、県立の球場は2007年1月から建設地の整地作業を再開し、同年夏から区体の建設工事を開始した。そして2009年4月に施設の区体が竣工し、細部の施行も6月半ばに終了。6月30日付で県に引き渡され、翌7月1日付で正式に開場した。施設名称は、建設時の過小。 新潟県立の球場を改め、新潟県立鳥屋の方公園野球場と制定した。なお、施設命名権による故障はこれに先立って5月18日から採用されている、詳細は後。県立の球場の建設進捗に伴い、県内関係者がプロ野球、NPB 公式戦の誘致を進めた結果、同年7月7日8日の両日には、オープニングゲーム、 球場開きとして、セントラルリーグ式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースに連戦が開催された、2試合ともナイター。新潟日報社が主催。試合は2試合とも、広島の勝利。なお、新潟県内で開催されたプロ公式戦は1996年6月8日、6月9日に、全室の UQ さんとトリアノで開催された、パシフィックリーグ公式戦。 近鉄バファーローズ対西武ライオンズ戦以来、実に13年ぶり。セリーグ公式戦に限ると1991年6月1日2日に、佐藤地という球産で開催された、ヤクルトスワーローズ対広島東洋カープ戦以来、18年ぶりのことであった。また9月5日6日には、同公式戦、横浜ベイスターズ、現、横浜 DNA ベイスターズ対中日ドラゴンズ、 二連戦が開催され、5日は18時、6日は15時、開始。横浜球団と新潟放送が主催、新潟日報社が共催、同年シーズンは、計4試合のプロ公式戦が開催された。また建設再開を機に2006年に、オールスターゲームの最優致を進めた結果、2010年シーズンの開催が決定。同年の第2戦として7月24日に開催された。 試合詳細は2010年のオールスターゲームを参照。なお同年の NPB 公式戦は、セリーグが5月8日9日に、横浜ベイスターズ対、読売ジャイアンツ、巨人2連戦、9月10日に、読売ジャイアンツ対広島東洋カープ1試合、また初のパリーグ公式戦として6月29日に埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズ1試合の、計4試合が開催され、 加えて、ファーム、日本選手権、阪神タイガース対千一ロッテマーンズが10月2日に開催された。2016年は、同県初となる、セパ交流戦、DNA 主間の日本ハム戦が開催された。県、市などは引き続き NPP12 球団に対し、公式戦の開催誘致を進めている。オーナーが、新潟県出身で、 新潟向け球団公認ファンクラブもある DNA は毎シーズン主催試合を行っており他にも抜群の集客力がある巨人、つばめシとの交流が盛んなヤクルト北関東に繋がりのある西部と在京球団を中心に夏季の開催があるまた2009年から2013年そして2015年に地方球場には珍しい土日開催16年には 新潟初となる交流戦を実施した。2017年はセリーグの1試合のみが予定されていたが、雨天中止となり、東急場での公式戦開催が、結果的に会場以来初となる例となった。2020年は、本拠地の横浜スタジアムが東京オリンピック野球競技により、長期間使用できなくなることもは初めて3連戦が組まれることとなった。 その他、2007年に発足した、ベースボールチャレンジリーグ、BC リーグの、うち新潟県を本拠とする、新潟アルビレックスベースボールクラブは、7月12日の大使名のグランセローズ後期2回戦で、初のホームゲームを開催し、四国、九州アイランドリーグ、当時、現在の四国アイランドリーグプラス、関西独立リーグを含む、 国内独立3リーグで当時史上最多となる15,311人の観客を集めた。東球場のオープン以前、新潟 BC は三上市の三上市民球場、三上機械スタジアムと長岡市久山屋球場の2、球場を中心にホームゲームを開催していたが、2009年後期以降は、東球場でも月1から2試合のペースで、ホームゲームを開催している。 ポストシーズンゲームに関しては、東球場の使用開始後にホームゲームの開催があった2011年以降、以下の試合を実施している。2015年は、地区チャンピオンシップ、リーグチャンピオンシップともに、東球場での開催はなかった。グランドチャンピオンシップについては一度も開催されていない。また8月1日には、球団事務所が中央区内から移転し、 メインスタンド1階3塁側にオフィスが設けられた。なお、前日の新潟に県民球団を作る会は、その後球界再編の動きが収束したた、活動方針を NPB 球団の創設から独立リーグの創設に転換し、2007年に北新越 b c リーグ当時、同年が秋、現名賞に会賞が設立され現在に至っている。 新潟県高校野球連盟は同月開幕の全国高等学校野球選手権新潟大会で県立の球場をメイン球場として使用し開会式と準々決勝以降の全試合を開催した。また9月のときめき新潟国体では高校野球公開競技の試合会場となった。なお新潟県は 剣度が広く、県下の全行が人工芝のフィールドを経験する機会を平等に得られない可能性が、あため、健康や連では今後の対策を検討している。一方、新潟県公式野球連盟、社会人公式は同年シーズンの公式戦を引き続き、鳥屋の野球場で開催する方針を取ったことから、社会人公式の試合は投球場では一試合も開催されなかった。 なお2010年からは一部の大会において、東球場を試合会場として使用しており、シーズン最初の公式戦となったジャバ新潟大会は、東球場で全日程を開催した。2016年6月18日には、AKB4845 トン H シングル選抜、総選挙開票イベントの会場となった。新潟市出身の漫画家、水島晋司は、 県立の球場の施設名称、愛称に自身の作品、ドカ弁を使用するよう、県に対し県内政財会関係者と共に働きかけを行ってきた。一方、県は運営非確保などを目的に、施設名名権導入の方針を内定していたが、水島側は、スポンサー名とドカ弁の名が重複して使われるのは、本意ではないとして、かねてから強い難色を示していた。 こうした中、県内のアマチュアや球競技団体と新潟 B、C などからなる、県立ての球場建設促進委員会は2009年1月28日、施設の愛称にドか弁を関することを求めて、約4万人分の署名権に提出し、伊豆たと会談を行ったものの、双方の主張は平行線のままに終わった。その後2月17日、水島は県に対し、 命名権を売却する場合、企業名とドカ弁の名を併記する名称の際は、辞退したいとの意向を伝え、これを受けて、伊豆田は2月20日の定例記者会見で命名権、売却先の募集を3月から1ヶ月間、実施すると発表した。席上、伊豆田は、ドカ弁を採用する、可能性が100%なくなったわけではない。ドカ弁にしたいと考えている人が買収する方法も、 あると含みを残したものの、同委員会と水島はこれを否定し、取得しない意向を示した。また、命名権の有力な買収先として、家電リサイクルなどを手掛けるハードオフコーポレーション、柴田氏が上がっていたことについても、同社が古本販売などを手掛けるブックオフコーポレーション、神奈川県相模原市と強い協力関係を結んでいることから、一部報道ではかねてから、 古本業界に否定的な水島が激しい不快感を示したとされていた。なお、ドカベンはすでに神奈川県山和市にある大和スタジアムの愛称、ドカベンスタジアムとして使用されているため論議を呼ぶ恐れがあった作品のモチーフとなった新潟秋の理工等学校を容易に想起させるため、特に高校野球公式戦の際には不公平感を煽る。 可能性が高いなど問題点も数多く指摘されていた。一部からは当初からドカベント命名権の2点ばかりがクローズアップされたままで他の選択肢が存在しない愛称の一般公募を行わないのは不公平なのではないかなどと指する声も寄せられていたが県は3月10日から命名権売却先の募集を開始。年間使用料は1500万円以上で 売却先には年3日の無償施設使用権を付与する契約条件が設定された。その後3月12日に行われた県議会2月定例会の建設公安委員会で県は県民の負担軽減が重要であり、その方策の一環で命名権売却を決めた。愛称を募集しても企業が他の名称や愛称を付けることが可能である以上、実施は難しいとして、 愛称の一般公募も実施しない旨を表明した。命名権取得に名乗りを上げたのは前日のハードオフ、佐藤食品工業など県内の3社であった。県は審査を行った結果、4月17日に売却先をハードオフに決定し、施設の故障をハード、オフエコスタジアム新潟とする旨を発表した。ハードオフ側は年間3000万円の五年契約を提示し、 応募企業の中で最も好条件を示していた。また、愛称案にもエコロジーを示す、エコと所在地名の、新潟が入っており、企業名や商品名のみの名称と異なり、県民に親しまれることが期待できる点が、決め手となった。県とハードオフは、その後細部調整を行い、契約期間は2014年3月31日までの5か年に、決定し、5月18日に、 基本協定を締結。同日から命名権による故障が採用された。調印後の会見で、ハードオフの代表取締役社長、山本義正は、会社全体の広告費は、年額1億5000万円で、契約額はそのうちの2割に相当する。十分な費用対効果があると判断したと、取得理由を述べ、日本一環境に配慮した野球場にしたいと意向を語った。 一方、水島は3月以降、首都圏在住者が、新潟市の広報活動に協力するための、新木組織、新潟市サポーターズクラブの会長職と、創設以来務めてきた、新潟漫画大賞の審査委員を任せる意向を、新潟市側に順次伝えた。前述の経緯から一部報道では、行政に対する不信感を募らせたのではないか、などといった憶測を呼んだことから、 水島は4月20日に、自筆のコメントを出した。その中で、水島は、ドカ弁球場とならなかったのは残念ですが、県の判断ですので仕方ありませんと、改めて遺憾の意を示し、役職の辞意の理由として3月に、マネージャーが亡くなったことと自身の体調不良を挙げた。上で、県が私に失礼があったとは思っておりません。行政に対する不信とは全く関係ありませんと。 行動を否定し、名称問題と G とは無関係である旨を強調した。なお、ハードオフ側は略称として、ハードオフスタジアムとハードオフエコスタを前日の調印会見の席上で、口頭で公表した。7月17日、県はこれをもとにして、ハードオフエコスタジアム、ハードオフスタジアムを公式略称とし、さらにこの2つに加え、ハードオフエコスタ、ハードオフスタ、 ハードオフ新潟、エコスタの計六種類の略称を制定した。これに順次、新潟市は、県道、市道の案内標識において、正式故障とハードオフスタジアムを併用して表記しているほか、報道や公式記録などでは、ハードオフ新潟を使用している。この、ハードオフ新潟は前日の広島大阪新線を、報じる際に、各メディアが使用した故障で、 県はこれを事実上追認する形で略称に加えている。だが、新潟日報は会場同署、エコ球場という同社独自の略称を使用し、命名権に対する配慮が図られておらず御用では、ないかとして指を受けたことから、公式略称の正式発表があった7月下旬以降、エコスタに修正している。ハードオフは2014年春、命名権スポンサーに付与された県との 優先交渉権を行使した上で、2019年3月31日まで5か年の契約を更新し、3月17日に調印式が行われ、2014年度からも引き続き同一故障を使用している。なおハードオフでは命名権スポンサーに年間3日間付与される無料利用日のうちの1日を当て、毎年あたり球場の会議室において株主総会を開催している。 伊豆田は東急場が、各方面から、施設面などで高評価を得たことを受け、NPB 球団本拠地の誘致活動を開始する、以降2009年9月8日の県議会9月、定例会、一般質問の答弁において示し、夢の実現に向けてチャレンジして参りたいとい欲を、語った。また、これを受け、新潟市長の篠田明も9月10日の、 定例記者会見で、市としても誘致したい気持ちは、十分ある。札幌市、北海道日本ハムファイターズや仙台市、東北楽天ゴールデンイーグルスなど、地方でも誘致に成功した例があるので、新潟にも可能性があると思っていると話した。県、市では、同年秋から、複数の n p b 球団に対し本拠地誘致に、関する活動を、水面下で開始し、関係者は、 早ければ2012年シーズンの本拠地化を目指したいと話した。なお、9月19日に、明治神宮野球場で開催された東京ヤクルトスワローズ対オミリジャイアンツ21回戦では、同年秋のデスティネーションキャンペーンにちなむデイイベント、うまさぎっしりかデイが行われ、県からヤクルト球団に、ウオヌマさん腰光3 0 0ラムが贈られたほか、伊豆田が始球式を務めた。 この日、伊豆田は、先の誘致構想との因果関係について、それはそれ、これは、これと明言を避けつつも、長いスパンで来ていただけるところがあればチャレンジしたいと、コメントした。その後県と、市、県内の野球関係者が検討を進めた結果、当面は原則として、球団を特定せずに、NPB12 球団を対象として活動し、 まずは公式戦の開催数増加を図り、その上で拠点の一つとして、年間数試合を開催する、準、フランチャイズを招致し、最終的には、本拠地誘致を目指すという方向性が決まり、2012年頃を、目途に、セパ各一球団を誘致する針が打ち出された。そして2010年3月24日には、県と、市、県内在界関係者などが中心となって、 プロ野球新潟招致委員会が発足し、同年春以降に競技団体と NSG グループが中心となって内全域で20万人の署名を集め、秋を目途に NPB へ提出するなどの活動方針も内定した。この招致委員会発足に先立ち、2010年1月21日付の朝日新聞新潟版では関係者の話として、セパ双方の有力な誘致候補として、 セリーグ側は前日のヤクルト、パディーグ側は新潟空港からの航空便が一往復運航され、前出の水島の代表作、アブサンの舞台としても描かれている福岡ソフトバンクホークスの2球団の名が挙げられた。2010年シーズン中には、伊豆タラがプロ野球公式戦の開催誘致を目指し、NPB 各球団に対し相次いでトップセールスを行っている。 9月11日に西武ドームで開催された埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズ23回戦では、県とプリンスホテルの共催によるデイイベント、元祖スキー天国院新潟が行われ、伊豆田は県と西武グループの官民連携協定締結式に出席。西武の後藤隆氏オーナーに対し、翌2011年以降の主催公式戦、開催継続を要請した。 また、伊豆田は9月15日に、神宮球場で開催された、ヤクルト対巨人21回戦のデイベント、うまさぎっしり、新潟デイにも2年連続で来訪し、ヤクルトの鈴木忠しオーナ研究団社長に、大使試行式戦の開催を要請。しかし、ヤクルト側は2年連続で態度を保留した。だがそれから間もなく、横浜ベイスターズが、 オーナー企業の東京放送ホールディングスの業績不振などから、重生活グループとの間で、球団株式の売却に向けて交渉を進めていることが反。9月30日発売の一部週刊誌でこの売却問題と新潟への移転構想が報じられたのを受け、巨人の渡辺恒夫球団会長が、同日夜の取材に対し、横浜の専用球場で横浜市に所在する。 横浜スタジムの問題点を示した上で、新潟という説が起きても当然、新潟の球場は良い。巨人も今年、公式戦をやった。選択肢としてはいいんじゃないかなと話したのを発端に東球場の準本拠化、さらにはフランチャイズを完全移転する構想が各メディアで大きく報じられた。これを受けて、翌10月1日、伊豆田は、 候補に上がっているとすれば嬉しく思う。歓迎したいと期待感を示し、2日には前日のファーム、日本選手権の開会式に出席した篠田が取材に、対し名前が上がったのはありがたい。横浜かヤクルトを念頭において、イメージトレーニングをしてきたのが、急に現実味を帯びてきた。優位性と拠点性があるので機会があればお伝えし、誠意を見せたいと、共に歓迎する意向を示した。 しかし TBS 側、重生活人側とも、交渉段階では東急場の準本拠地下には、否定的な姿勢を見せていた。重生活人側で、球団取得関連の検討グループで、プロジェクトリーダーを務めていたとすもの溝口、和美取締役副社長は10月22日の取材で、本拠地問題に関し、横浜スタジアムについて、駅からも近く、 12球団の中では一番立地がいい。人口も多いし、いい立地条件があるならそれを活かせばいいとした上で、県側との接触については、新潟とは全然やってません。アクセスも大変だし、横浜が一番いいと交渉の事実を否定し、準本拠地下には消極的な見解を示した。だが一方、住生活 G の牛尾田洋一郎会長は10月7日、株式買収後に、 県側から誘致を受けた場合の対応について、球団の株を取得した時にそういう話があれば、すべての可能性を拒絶すべき理由はないと、将来的には、本拠地移転も視野に入れて検討する意向を示唆し、交渉過程では、本拠地と球団首脳陣の人事について、白紙を強調し続けていた。その後、一時は交渉の進捗こそ見られたものの、神奈川県内の他地域や新潟市、 当時静岡県草薙総合運動場公式野球場の大規模改修が3カ年計画で進められていた静岡市などへの本拠地点を模索する重生活地側と横浜での本拠地継続を求める TBS 側との間で条件面で折り合いがつかなくなり結局両社は10月27日までに交渉を断念2011年シーズンは TBS が 横浜の球団株式を継続保有する方向となった。同日開かれた重生活 G 側の交渉決裂に関する記者会見で、溝口は本拠地問題などの存在を認めたものの、実際に層の球場や新潟といったところと話し合いをしたことは一度もないと、県側との接触がないことを改めて強調した。なお、横浜球団は同年5月8日、 東急城でセリーグ公式戦対阪神タイガース1試合デーゲームを開催したが、これは売却交渉以前から開催が内定していたものである。一方10月18日には西武の前田康介取締役球団本部長がスポーツ各紙の取材に対し今後の主催公式戦の地方開催について新潟も含め色々と考えて検討したいと話し、 前述の通り県と西部グループが連携協定を締結したことなどを鑑みて2011年以降も東急上での主催公式戦を継続開催する旨を示唆し同年8月23日にパ公式戦対オリックスバファーズ1試合を開催したナイトゲームほか巨人も7月19日7月20日に施公式戦対中日ドラゴンズ2連戦いずれもナイトゲームを開催した またヤクルトは、6月11日、6月12日に、イースタンリーグ公式戦、ヤクルト対巨人に連戦、いずれもデーゲームの開催を予定していたが、その後開催球場は2試合とも参上機械スタジアに変更された。その後、横浜の球団売却に関する問題は2011年秋、携帯電話向けゲームサイト、モバゲーや、 ショッピングサイトの運営などを手掛ける IT 関連企業の DNA 以下 DNA が TBS グループが保有する球団株式の大半を買収する形で収束を見た。なお DNA の取締役で同社の創業者でもある南馬智子が新潟市の出身であることから一部メディアでは DNA 球団が将来的に本拠地を新潟へ移転する可能性が報じられている。 DNA、e、は2012年4月15日、東急場でセリーグ公式戦、対巨人戦1試合、デーゲームを開催してるが、これは売却交渉以前から開催が内定していたもので、前述事項との関連はない。同年5月8日9日には3年ぶり2回目の広島カープ主催の新潟での公式戦、対阪神戦が、いずれもナターで開催されている。 また9月8日9日にはこれまで1軍公式戦開催を保留していたヤクルトも対巨人戦2試合を開催した。2013年シーズンの NPB 公式戦は5月11日12日に DNA 対巨人2連戦9月10日には巨人対 DNA 戦1試合の計算試合が開催されたがホームとビジターが入れ替わったのみの実質1カードだの開催となった。 さらに2014年の公式戦は8月5日の同カード1試合のみ、2015年は5月9日10日の同カード2連戦のみであった。なお DNA は2016年交流戦対日本ハム1試合を開催した。近年の NPB 公式戦は開催数自体も年間1カード1から2試合にとどまっており、会場以来、 主催公式戦を継続して開催しているのは DNA1 球団のみである。また DNA が2010年と2012年から2015年までの計5シーズンに開催したのはいずれも対巨人戦であり巨人主催も含めて2013年以降の3シーズンに開催された公式戦はすべてこの2球団による対戦である。なお2012年シーズン以降 パリーグ公式戦は開催されていない2016年に開催されている DNA 対日本ハム戦は DNA 主催のためセリーグ公式戦として扱われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。